代わってブルガリアのビアンカ・パノバ選手、今度は棍棒です。ドスナの棍棒、クラウスも非常にいいんですね。はい、受け、それから投げ、取る位置、こういうものを見てもらいたいですね、じっくりと。去年は初めのですね、この投げ受けで落として失敗したんですが、その後立ち直って優勝したという、まあ、棍棒は、まあ、何でも得意なんですが、この人は得意の種目の一つで、強いですね。投げ上がったコンボ、両方の投げ上がったコンボを見てもらいたいぐらいなんですよね、本当は。この高さとそれから方向性が全然変わらないで、2つがこうノリがついたように投げ上がる、はい、本当に正確なんですよね。なんであれ揃ってこのね、2つといっても2つ揃って落ちてくるんですよね本当にもう技術ですね。目をつぶってもどこに、投げられる、前にも後ろにも投げられるそうですよ。はあ、まあ、時間差でもこの自由に投げて受けられますよね、はい、そうですね。もう高手で取る、背面で取るっていうのは、あ、ここもいいですね。次々もまず間を少し持ちながらね、静止の状態じゃないですからね、動きの間ですから、非常に完璧に近いと思います。最後離れていただけますね、ちょっと自在にこの今度は操りながら、足がちっともじっとしてないですね、そうですね、体全体もこうね、回ったり、伸ばした手に来るっていうのは見事です。ただただびっくりするだけですね。びっくりなんかですね。